はいどうも皆さん、こんにちは、ゆずコです。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイボーナスや D ポイントが高いレートで交換可能、ポイントサイトハピタスのスマートフォンアプリが便利です。ということで、今回は最近推しているポイントサイトハピタスについてですね、この動画では以前も動画でお伝えしたハピタスの新しい会員制度についての一部訂正と、僕がですね、ハピタスの最高ランクのゴールド会員になるまでについてお伝えします。もしですね、普段からポイントを貯めている方がいらっしゃれば、ぜひ参考にしていただければなと思います。 それではいってみましょう。 まあちょっとね、無事に猫ちゃん動くようになったんですけども、スライドがね、いつもと若干変わるかもしれないんですが、そこだけご了承ください。それでは本題なんですけども、今回のこのポイントサイト、ハピタスっていう風に一緒になると思うんですが、以前もお伝えしたように、案件、いわゆるそのクレジットカード作成であったりとか、銀行口座、もしくは証券口座とか、そういったものを開設したりとか、アプリをインストール、そういった案件をこなすことでポイントが貯まる、いわゆるそのポイントサイトですね。で、そんな中でもハピタスの場合は溜まったポイントを D ポイントとか G ポイント、Amazon ギフト券、他に ももペイペイボーナスなどにも交換可能ということでねちょくちょくね僕の動画でも紹介をさせていただいてますで以前のねこちらの動画を見ていただいた方であればある程度ね理解いただいてると思うんですがサクッとね会員制度についてのおされをしたいと思いますその会員制度っていうのはこちらに出てる会員ランク制度がリニューアルしますということでそれがね今月の9月1日からスタートしております まあそのハピタスには3種類のランクがありまして、ブロンズ、シルバー、ゴールドということで、このブロンズになるためには、獲得ポイントが1000ポイント以上、案件を4件こなした場合、ブロンズになれると。で、シルバーの場合は3000ポイント以上、で、案件を8件こなしたらなれると。そして、ゴールドの場合は5000ポイント以上、利用した広告の件数が12件以上ということで、まあ、正直なところ、このポイント数がそんなに高くないので、案件をコツコツこなさえすれば、このゴールドランクには結構すぐになれるんじゃないかなというふうに思っております。 以前のランク制度の場合は旧制度ということで過去6ヶ月間の広告利用が対象だったんですけども今度からですね過去12ヶ月なんでかなりね余裕を持ってランクアップにもね いいわゆるそののゴールド修行行みたいなことを行うこととをうがでできますでランクによってどんな風に得点が分かれてくるのかっていう風に出てるんですけどもブロンズシルバーの場合はポイント交換でボーナスポイントがもらえるでゴールド会員の場合に関しては今回ねこの買い物安心保証もすごい魅力的なんですけども個人的にはこのポイント交換でボーナスポイントこれがねすごい魅力的なんですよね。 まあ全部ね読み上げると時間がちょっと足りないのでサクサクっとお伝えすると例えばハピタスのポイントを Amazon ギフト券に交換するとそうすることによって5%がプラスアルファされるとゴールドの場合はですねでシルバーの場合は3%ブロンズの場合は1%他にも PayPay ペペボーナスも同様ですねでみんな大好き D ポイントの場合に関してもゴールドの場合は4%シルバーの場合は2%ブロンズの場合は 0.5%D、まあ、ポイントであればね全然シルバーになってもちょうど良さそうですよね そしてちょっとですね、この時の動画でお伝えしてた内容の一部ちょっと訂正がございまして、どういったことかと言いますと、以前ね、動画でお伝えしてた時は、こんな感じにランク別ボーナスポイントがあるんですけども、その中で例えばですね、PayPay ペイペイボーナスを例えとしましょう。そうした場合、 ゴールドランクの場合なんですが、ハピタスポイントを1万ポイント交換した場合、PayPay ペペボーナスの5%で交換されると。で、その場合、1万 500PayPay ペペボーナスになるというふうに僕はお伝えしてたんですけども、ちょっとですね、申し訳ないんですが、ちょっとこれが間違っておりまして、こうではなくて、正しくは、ハピタスのポイントを1万ポイントを交換した場合、 ボペイペイボーーナナススに交換しした場合ままずは1万ペイペイボーナスととて付与がされるとここまで、はで、OK、ですよねでそこからさらに、この丸1が交換完了後、これが交換完了したらですね、翌日にこの500ハピタスポイントが付与されるということでございます。なので、僕がね、間違ったちょっと認識をしてましたので、申し訳ございませんでした。なので、他のね、この Amazon ギフト券とか、JAL のマイレージバンク、QUO カード Pay とか、それらもね、同様に、とりあえず交換した翌日にポイントが付与されるんで、そこだで、 ね、間違えないようにお願いしますまあ、この内容を踏まえてですね僕も今月9月に入ったので実際にハピタスのポイントを交換してみましたまあ、こちらぜひ参考にしていただければと思うんですけども 今回ですね、僕ランクがですね、残念ながら9月に入ってランクどうなるかなってワクワクしてたんですけども、残念ながらシルバー会員からスタートでございました。まあ何かが足りなかったんですけども、そのシルバー会員の中で僕が今回ね、ポイント交換したものは、よく使ってるこのポレットというものに交換をしました。まあ、ポレットね、使ってる方であればご存知だと思うんですけども、いわゆるそのプリペイドカードがあるんですよね。リアルカードもありますし、バーチャルプリペイドもあるので、 ネット上でもリアルな店舗でも一応ビザのプリペイドとして使うことができます。でそこからですね、2月の8日8日にですね、2万ポイント、ハピタスポイントの2万ポイントを交換して、 で、交換が完了した後の次の日に、この400ポイントがハピタスで付与がされておりました。いわゆる2%分ですね。2枚の2%分ということで、これでハピタスポイントが400ポイント増えてるということでございます。まあ、若干ね、ちょっとポイントの新整備と確定日がちょっとズレがあるので、ここね、若干誤差はあるんですけども、多分この完了した次の日ということでございます。なので、もしね、ご自身がどんなランクなのか、そこからポイント交換して実際に ランク得点交換ボーナスが付与されてていいるかかどうかっていうっのをぜひで、すね、交換さされた方はチェックしてみてみくださいで、今回のね、本題でもある、そろそろですね、僕もハピタスのゴールドランクになりたいというふうに思いまして、まあ、先ほどもね、お伝えしたように、僕のランク見ていただいたらわかるように、シルバー会員なんですよね。まあ、全然シルバー会員でもすごくお得っちゃお得なんですけども、やっぱりちょっとゴールドランクになりたいなというふうに思いまして、来月もシルバーをキープするにはということで、一応ショップサービス、そして獲得ポイント数はそれぞれ クリアしているのでででシルバー会員はとりあえず、OK、なんですよねで次にここですね、今月ゴールドになるためにはというところがあるので、実際に僕はここをタップするとですね、何度で,ですね、ショップサービス利用件数があと2件足りなくてですね、獲得ポイント数はクリアしてるんですよ。まあ、先ほどお伝えしたように過去12ヶ月のものがランク対象としてカウントがされるので、案件自体は結構高単価なものをこなしてたので、まあ、これは OK だったんですけども、件数が全然足らなかったと。で画面を下に下がったらですね、自分がランク対象のものをどの こんな風に出てますので終了したものもあるのであえてちょっと隠してはいるんですけどもこんな風にね出てますのでもしご自身がねどれぐらいこなしてるかっていうのをチェックしてみてくださいポイント数に関してもこの対象付きポイント一覧というところがあるのでこれもタップしていただければどれぐらいポイント獲得してるのか見れますのでぜひそちらを見ていただければと思いますではですねここでハーピータスにて案件をこなすときに便利なアプリをぜひ紹介させていただきたいと思うんですけどもそれがですねこちらのハーピータスのスマートフォン版のアプリというものでございます ございます まあこれまでですね、ブラウザ版のハピタスを使って案件をこなすっていうことが多かったんですけども、ハピタスのウェブ版、そのブラウザ版を使って案件をこなしても、やっぱりその判定中に記載がされないっていうことがですね、ちょくちょくあったと思うんですよ。もしあった場合はね、わざわざハピタスに問い合わせて、こんな風になってますっていう風にお伝えをして、まあやりとりが始まると思うんですけども、やっぱりね、そのやりとりもちょっと面倒なところはあるんですが、まあそれをですね、未然に防ぐために、アプリ版のハピタスがかなり便利なんですよね。 ですけども、一部ね、このアプリを使う上で注意点としたら、そのアプリ版では掲載されてない案件もあったりするので、基本的にはこのアプリを優先で使う。けど、案件がないなという時は、ブラウザ版のハピタスを使うっていう風にすれば、かなり臨機応変に対応できるのかなというふうに思います。では早速ですね、僕はこのハピタスのアプリをインストールした状態ですので、このまま開くをですね、タップしたら、こんな風にログイン画面が出てきます。僕の場合はでにアカウント持ってるので、ここのログインっていうところをタップして、 こんな風に、まあ、いろんな出てくるので次へと押して次にログインを行うのでメールアドレスパスワードの入力してログインを行いますそしたらですねもう画面を見ていただいたらほとんどねブラウザ版の、まあ、アピタスとほとんど変わりはないですちょっと右上にはポイントが出たりとか まあ、設定検索を機りマイページとかほぼほぼ同じですね動作自体もかなり軽くてね個人的には使いやすいかなと思いますではですね早速僕があと残り2件案件をこなせばゴールドランクに行くことができますので2つサクッと案件をこなしたいと思うんですけどもこの下のですね検索をタップして ここのののの検索の窓のととろで僕場場合楽天市場と入力しますそうなんですよ。僕ですね、まだ楽天市場にハピタス経由でまだ今までアクセスしたことなくて別のポイントサイトを使ってたんですけども今回まだカウントに入ってなかったんで僕は楽天市場をちょっと使いたいと思います。確かね、今お買い物マラソンも確か合ってるのでちょうどいいかなと思いまして楽天市場と検索してこの風に楽天と出てくるので楽天でタップして進んで楽天市場ポイントを貯めるという風に出てるんですけどもその前に注意点として でまあね案件をこなすときの注意点としていろんなねこういった詳細注意点が出ておりますポイント対象外という風に出ておりまして買い物か後にすでに追加した状態でハピタスを経由するとそして商品を購入した場合は ポイント対象外となりますんで、ポイント対象になる場合は、ハピタスをまず経由すると、その後に買い物カゴに追加して商品を購入するということですので、基本的に、まあ、いわゆるその買い物カゴとかゼロの状態で進んで、お買い物してくださいということが条件ですね。こ,こちょっと落としやすいので、間違いないようにしてください。とちょっと下の方には出てるんですけども、判定までの期間とか75日が、通帳記載の目安が約3日とか、まあ、こんな風にも出てますんで、ここら辺も、ね、しっかりと見たいただいた上で、ここのポイント貯めるをタップし このショップに移動中というふうにバナーが出てきますのでそのまま進むといつものねよく見る楽天市場の画面が出てきますその後はいつも通りこういったふうにログインをしていただいて買い物かごに入れて今回ね僕が購入させていただいたのはこの焼肉ザパンチというものですね以前ちょっと購入したことがあったんですけどもレモンとあと焼肉の時の相性がすっごい相性がいいので今回もねふるさと納税としてまあ、いわゆるその寄付購入になるんですかねさせていただきましたまあ1000円からでもね できるので今すごい便利がいいんですよねでこの商品選んで購入手続きへ進んで無事にねこれで購入が完了ということでございます結構簡単ですよねアプリからも入ってるのでこんな風にハピタスに戻るっていう風にメニューも出てるのでこれをタップすれば先ほどのハピタスのアプリのトップ画面に戻ることができますでこれで1件目が完了してあと1件目はですねウェブ版ブラウザ版のハピタスで最後にトライしたいと思いますでこちらも同様に右下の検索をタップしていただいてこの検索のバーのところで まあ何かしらアプリをインストールしてもカウントされることもあるので、インストールという風に入力して検索をかけると結構いろいろね、出てきます。クラシルはすでに入れておりまして、マンガボックスもこなしておりまして、d 払いもね、入れてるので、これは OK と。で、下に下がってもらうと、今回ちょっとね、よくわかんないマイアップフリーという iOS のね、アプリがありましたんで、これをね、ちょっと入れたいと思います。で、このアプリ自体はね、無料ですぐできまして、 インストール後条件達成で90ポイントもらうことができます。で、他のね、下に下がっていただいた上で、まあ、いろんなポイント獲得条件とか読んでいただきます。バッチリ読んだ後に問題なければこのポイント貯めるをタップして、で、画面をどんどん進んでいっていただいて、 このアプリ内でまたアプリをインストールしてくださいということでしたので、しっかりとね、アプリのインストールができましたので、案件が完了ということでできました。ではですね、今日お伝えしたことサクサクっとまとめると、ハピタスのランクの特典は交換完了の翌日にハピタスポイントとして付与がされると。で、その後に判定中にならないことを防ぐためにハピタスアプリがおすすめでございます。まあ、若干ね、先ほどもお伝えしたように、ブラウザ版のハピタスと掲載されてない 案件とかもあるので、そこだけね、注意いただきたいんですけども、基本的にはハピタスのアプリを使っていただく方がおすすめかなというふうに思います。まあ、そういったことを踏まえてですね、やっぱり数あるポイントサイトの中でも、やっぱり交換レートがめちゃくちゃいいので、今現在ね、もしポイントサイト何使おうかなというふうに迷っている方がいらっしゃればですね、個人的にはかなりハピタスを押しております。そんなことで、今回はハピタスのね、会員制度の、まあ改めての解説プラスアルファでハピタスアプリについてお伝えをさせていただきました。まあ、僕、先月。の段階でもうゴールドになるで。 あろううというふうに思ってたんですけどもまさかねちょっと2件こなせてなかったので若干ショックっちゃショックだったんですがまあ、いろんなね結構無料の案件もあったりするのでもしね ゴールドランク目指されてる方は今回のこのタイミングでサクサクっとやってみてもいいのかなというふうに思いますで今回お伝えさせていただいたポイントサイトハピタスの登録がまだの方そしてハピタスアプリのインストールがまだの方いらっしゃいましたら一応下の概要欄にそれぞれのリンクを貼っておきますんでまたね気になる方いらっしゃればこちらもチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました音質どうでした <music>